どうもルナモです。どうもテテテコです。ポテです。どうもルントーです。まあ、今回の企画なんですけども、はい、ガリ VS デブでございますか今日は。いやいや、なんでここに、そうとしか思われへん、このメンバーは。天秤やったんだけど、そう固めてるからね、今見知りばっかり重心こっちに寄っとるで。はい、なこと言ってますけども、今回の企画は、はい、数学文章題が文献しちゃったら高学歴解けるのか。意味が分からん。何も分からんかった。数学が分点しちゃった世界線なんですよね。数学が分点しちゃった。分点する。ちょっと哲学的やん。いや、もうそれで哲学的。めちゃめちゃ哲学的。分からへん。今日出てくる問題は、はい、あくまで数学なんですよ。あくまで数学の問題。僕らは数学を解くですね、今から。はいはい、まあ、数学なんです。数学を解くですね。ただ文章がエモいっすよ。エモい。エモい。エモい。なんか接線とかをもっとエモい言い方してるみたいなこと。あ、まあそうです。なるほど。要はその数学用語みたいなのは出てこないです。うわ、なるほど。抽象的表現で小説チックな文章が書かれてて、それは何かしらの数学の問題になっているという。これよく作りましたね。よく作ったらこんな、いや、レトリックの無駄遣い。レトリックの無駄遣い。だからほんま先に言ったけど、あの、いる情報、いらない情報いっぱいあります。あの、メディアリテラシーみたいなとこあります。必要な情報だけ持ってきて、それをなんとかガチャガチャする。うわー、それむずいやろな。より効果、それ結構むずいわ。それそっちは大事かもしれないです。やばそれ。というわけでやっていきたいと思います。はい、はい、始まって A スパイス NEXT。 じゃあまずもう例題レベル、はい、待って、めっちゃなんか小学校のリスニング思い出すんですけど。例題ね。問題。森の中をさまよっていると少女を見つけた。君の名前は？ツー。少女はまるで清らかな川のせせらぎのような声でツーと名乗った。しかし視線はすぐに彼女の肩に行っていった。その小さいのは何だい？ああ、この子？これは森のせい。サインよ。へえ。答えは何？こういう感じですか？なるほど。今日こういう感じですか？できた。いや、こうかな？いや。おぉ、そんなすぐいける？じゃあこういうことじゃん。そんなすぐいける。さすがに。おぉ、あ、すごい。さすがにこう。じゃあ問題見て。素晴らしい、素晴らしい。じゃあもう答え、オープンしてもらいましょう。せーの、はい。2の3乗は8。はい、僕も2の3乗は8。2の3乗8。正解！やばい、もう。やるね。やるね。だいぶいらんね。だいぶいらん情報でしたね。だいぶいらん、いらん、いらん。え、清らかなっていうのは？いや、もういらん。いや、もういらん。もう就職来い。もう自然数かなったらと思っちゃう。あ、なるほど。いや、お前ら対応早いな、今回。いや、もう全然。いや、でも数字をちゃんと数字として言ってくれたから。2と3しか出てこなかったから。そうだ、そうだ。オッケー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 。オッケーオッケー。対応早い。ちゃっちゃやっていきましょう。いや、よかったよかった。これ、文系ホイホイなのか。いや、俺は文系ホイホイとみなすの結構むずいから。じゃあ問題です。はい。トンネルを抜けるとそこは村だった。村の長老は弱い90という高齢者で、村の集落は長老宅を中心に同心円状に広がっていたのだった。長老宅。ある晩のこと、長老の枕元に神からのお告げがあったそうな。村の教会に住みなさい。されば若さを取り戻さい。あざすー。長老は神のお告げに従い、なんやかんや耐えた。答えは何？無理無理無理。えぐ。は？無理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 。ちょっと待って、やばいやばい。こっからどういう問題が作られそうかっていうことだよね。こっからまあある数字がやっぱ出てくるはずなんですよね。まあ俺の脳内では出てきた。そらそう。そらそう。俺の脳内では出てくる。それは。それは出てきてくれ。毒毒毒。毒毒毒毒。ヒントなしで毒。絶対これは大事だよ。絶対これはまず全然言ってほしい。ヒントなしでいきたい。これは全然言ってほしいよ。じゃあ全員できたということで、回答をどうぞ。せーの、ポン。243×10の3乗π。 あ、あ、あ、正解は俺8で、オッティが45度。オッティ正解。いやいや、はい、オッティさん説明してください。これは円周角の定理の問題です。なんで？まあ、ここに九州とのおじいちゃんが住んでると。はいはいはい。いや、お前それ分かった、やばい。いや、お前これ分かった、やばい。同心円状に広がっている村の境界に行くと。はい。そうすると、ここの角度は円周角の定理で半分になるので、45歳になると。なるほど。ということですね。これ若返りです。満点！満点回答！これは、これはおかしいで。めちゃくちゃ気持ちいい。お前が
しおかしおかしいや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 これめちゃくちゃ気持ちいいですいや僕長老が45で満足するんかと思ってましたそれはなんかごめんやけど許して続いての問題です。はい。はい。いきます。はい。君の年齢を聞いてもいいかい？別れ際、そう尋ねた。が！その少年は、5歳にしては、しわがれた声をしていた。そうかい。じゃあまたね。答えは何？はぁ？いや、わかりました。なんで？お！なんで？いや、いいね。いや、それは多分絶対合ってると思う。素晴らしい問題です。ありがとうございます。ありがとうございます。いやもうありがたい。全然わからん。やばいやばいやばい。君の年齢聞いてもいいかい？別れ際そう尋ねた。が！その少年は5歳にしては、しわがれた声をしていた。なるほど。答えは何？天才です。天才です。ありがとうございます。あれ、天狗さん。あれ、天狗さん。あれ、天狗さん。全然わからない。あれ、天狗さん。あれ、一番長いですよ、付き合い。付き合い長ければ長いほど、意味わからない。とにかく知れば知るほど。知るほど。わからへんな。ロジックがバグってるから。ロジックがバグってるから。沼にはまってるよ、俺も。どんどんダメになってくる。では、答え発表、どうぞ。せーの。5の会場イコール120歳。はい、レガン。あ、52。はい。はい、5の会場で120歳。はい、ルート、オッティ正解。どういうこと、どういうこと。5ですか？ 5、そういうことね。5ですか？なるほど、それが分からんかった。それは出てこんかった。なるほど。そう、だから、5歳にしてはしわがれて声をしていた。なるほど、なるほど。ここは120歳。なるほど、なるほど。いや、これマジで、リスニングで出すのがいいですね。あー、なるほど。あー、それはでもすごいわ。いやでも102歳相手に君は何歳ってなかなか失礼なやつですね。いやいやいや、見た目は5歳なんかもしれない。あ、なるほど。続いての問題です。はいはい、いきます。短冊に何を書いてるんだい？んとね、内緒。少女は気恥ずかしさを隠すように笑ってみせた。視線を上げるとそこには数えきれないほどの短冊が枝にくくりつけられていた。枝はおよそ3メートルはあろうか、高さ5メートルほどの位置から一本の枝がスーッと真横に伸びていた。少女の背丈はその枝に届きそうにもなかった。答えは何？いやもうちょっとほんま渋い渋い渋い。もう一回お願いします。もう一回、はい、あの計算式もかけ、はい、終了。はい、では答えオープン、はい、せーの、ドンドン。はい、ルート。困った時は面積 3×5=15 平方メートル。はい、レガン。リミット N が無限大の時の N 分の3イコール0。はい、オッティ。これ区分給積でインテグラル0から3までの 5dx で15と。ルート、オッティ正解。マジかよ、それでいいんか。かつオッティが満点。いやそうだ、これだって絶対区分給積ですよね。はい、そうです。もちろん理系で短冊と来たら積分という意味。いやでもさ、うわ、そうか、それを考えたらいいけどな、それ。うわすごい。いやだって5メートルの短冊なんかないやろと思ってもらった。5メートルもお願い書いてたらもうかなうって。お願いとかちゃうぞ、ほんま。そう、いやいやいや、これが途中までこんな理系の悪いとこ出てます。あ、ダメ。条件を干すな。干すな。あと、あの、あれですよね、厚み DX の短冊は嫌ですね。横に細すぎる。そうそう、もう理系の悪いとこ出てるよ、お前ら。いやいやいや、お前、じゃあここに理系を読まずに文系を読め。文系を読めねえよ。続いての問題です。はい、読みます。はい、もう大丈夫だからな。 X の2乗のような滑らかなその頬の輪郭をなぞるように、顎下3センチから俺の右手がスッと伸び、その頬に手を添えた。はい、はい、少し赤く染まったその頬から心臓の鼓動がこれでもかと伝わってくる。ナオ君の手冷たいね。ごめん。ううん、大丈夫。この手の向きが好きなの。何を言う。答えは何？右頬ですか、左頬ですか。ここでは言及されてません。なるほど。あ、なるほど。でも伸びたのは右手だ。あ、右手だから。あ、なるほど。あ、分かった気がする。これ何聞かれてるかが全然。そうですね。何聞かれてるよ。そうですよね。こ
親はその方ルントこれはいい問題。結構これね、伏線もちゃんと入ってるよね。いや、これで間違いない。この文章量にしてはなかなかあのね、なかなか情報量詰まってるよな。ガンチクありますね。ガンチク、ガンチク。ガンチク2がこれ。終了それでは行きましょう。答えオープン。ドン、ドン。A イコール2ルート3。あ、僕は Y イコール2ルート 3X マイナス3。え、ルート13分の1。デガルート正解何素晴らしい。何はい、じゃあ解説をしてください。これは多分0マイナス3から Y イコール X2 乗に向けた接線の関数を求めましょうっていう問題。素晴らしい。で、これ顔を描いたら、うん、右手は、うん、こっち側しかない。だからこれ 2通り描けるんやけど、はいはいはい、こっちだけ。じゃあその手の向きが好きなのよっていうのが傾きですよね。はい、その通り、素晴らしい。いや、でも僕も、僕は、ここの C、ここの角度、シータのサインを求めたんですよ。あ、そういうこと。はい。いや、それはなんかというと、心臓の鼓動がこれで僕は伝わってくるからね。いや、心臓の鼓動。サインかなと。心臓。いや、それは。心臓の鼓動がドクドクと。あ、でも確かにそうとも取れるしかも、心臓の鼓動って周期関数じゃないですか。うん。だからサインかっていうことで、まあ、確かにそうとも取れるかもこれの、ここの三角形のサインを受け出したい。モッティは慣れすぎて先を言ってしまった。ああ、そうだ、先を言ってしまった。まあでも、今回の回答はこっちやから。いや、まあ、それは、ちょっと美しくないからね。いや、まあ確かに。いや、そうなんですよね。タンジェントだったか。いやー、ちょっと、行き過ぎ。行き過ぎちゃう、行き過ぎ。ちなみに、ナオくんのナオっていうのは直線の直ですからね。あ、それは分かってなかった。違う、伏線。いや、心臓が伏線かと思ったんですけどね。ナオくん相当もやしですね。直線でだって本来、厚みが、厚みがないっていう。これ再現したら相当シュール。それの、こう触ってるから。それの、黙れ黙れお前。でも、放物線やったら頭で閉じひんって。頭が一生考えたくなって。頭閉じひんから。それは果たして人間なのかどうか。やばい、怖いよ。頭。最終問題いきますかね。はい。はい。はい。逆転的に2です。では、問題です。はい、見上げると、抱き合った香織と和彦が落下してきた。しかし、その瞬間、危ない寸前のところで、僕をかばったのは、なんと母さんのよしこだった。母さん、どうして身長150センチという小さな体を30度ほど傾かせて僕は守った。いつもは小さなその背中がやけに大きく見えた。まるでいつの日か家族みんなで泊まったあのテントのような、そんなぬくもりに包まれているようだった。どうでもいい。母さん、今夜はバーベキューがいいな。あら、偶然ね。今日はカルビが特売なの。カルビ？で、答えは何？だから違うんやって。カルビ？だから俺、BBQ とカルビしか書いてないで、俺。もっとさ、せなあかん話あるやろ、起きてきてたら。カルビとか、もっとせなあかん話あるやろ。あ、怪文書です。怪文書やな、ね。これでもこの問題こそ、いよいよカルビが問題に関係なかった時に、怖いっすよ。ロースでもよかったって、結構しんどいやろ。めちゃくちゃ。まるでまるまるのように使いたいだけやから。まるまるのようには言いたいだけやから言いたい。 BBQ とカルビはどっちか意味ないとちょっとバグやな。さすがにバグやな。これどっちもやったらもうほんまにこれ作文が悪いって可能性も出てくる。ほんまにっていうのをあらかじめ言っといて。っていうのをあらかじめ言っといて、俺が間違えた時に鼻緒のせいにするって。思いつくとかじゃなくて、これ果たしてみたいなとこあるから。果たしてこれしか思いつかないです、僕は。もう、ふーん。出ました、出ました、ふーん。今の返答もあった。だってこれマジで腹立つんやもん。ふーん。じゃあ行きまーす。はい、せーの、ドン。はい、ルートから75ルート3センチメートル。ああ、僕は75メートルです。僕は5625ルート3立方センチメートルです。全員不正解！マジか！うわ！謎すぎるもんだって。はぁ？ルントは何求めたこれ。え、テントの高さです。あー、なるほど。テントの、そうですよね、僕はテントの体積を、面積も、まあ面積はこれ、2乗です。面積を求めました。やっぱテントに包まれたって書いてあったんで。まあ皆さんでもまあね、まあ惜しいところは言ってますよ。え、これ体積パターンある？もしかして。はい、ここから早押しでーす。やばい、これルントが強い。はい。はい、ルントさん。
300ルート3立方センチメートル。違います。28万1250ルート3立方センチメートル。違います。168万7500ルート3立方センチメートル。もう俺すらも、もはやちょっと自信をなくすぐらいみんなあの飛び交ってるけど、あのみんな答えに近づいていってる。テントの形、こういう形じゃない。こういう形じゃない。うん。これは、今定義を見ましたが、テントの形は一通りに決まります。そうなんや。ちなみに皆さん、もはやバーベキューとカルビ、全く使わない。はい。42万1875立方センチメートル。あれあれ56万2000。違う違う。あの、フリーザ様みたいです。さあ、デンダガンド。ブラックホース来るか。ブラックホース。ブラックホース。ブラックホース。でもなんか言っててなんか黒いね、ただの黒い、黒い馬出るじゃん。じゃあもうこれ最初に答えたやつ優勝。やば。はいはい、連打ガンド。253万1250万。増えてる。増えすぎ。テントのやっぱね、形というものがやっぱ今そう、あの争点になってるから。確実に今テントの形で揉めてる。今93750ルート15立方センチメートル。違います。はいはい、連打ガンド。14万625ルート3立方センチメートル。え、もう一回言ってください。14万625ルート3π。正解。よかった。え、デイベイ、円なの。円よ。いや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 、お前らも何回にすんねん。ボケ。円よ円よ。テントは円もあるんや今この世の中。いやいや、まあ確かにありますね。でも俺が持って、はい、俺が昔持ってたテント四角形やったもん。で、なぜ円錐なのかっていうね、はいはいはい、これ実は一つに絞れるんですよ。あ、なるほど。これ誰が変わったかっていうのが大事で、母船か。そう、母船が150。なるほど。母船は定義上回転面のこう側面の長さ、それはという定義。今わかったわそれ。だからこれは円なんですよ。ああ確かに。これがハローイリュージョンでした。ああなるほど。回転させとけばよかったってことですね。あ、1個だけ確認したいけど BBQ とカルビ出てきますね。はい、まあでもトントンです。トントン。お前らこれトントンです。いやまあそういうわけでも今回ちょっと電眼の勝利。やったクソゲー。はい、というわけで、企画ねやってきたわけなんですけれども、はい、なんと今回ですねスタディサプリさんから問題があります。問題。問題。スタディサプリで中学生を対象とした我々勉強大好きマンが喜ぶサービスとは何でしょうか。僕らの知らない裸子植物が記述されてる。あの松杉伊藤の鉄井の以外の裸子植物が記述されている。それ喜ぶ人変わってくれる多分それ。ああ、眼下も白鳥つぐみ以外の冬の渡り鳥を。答えは1万問以上が解き放題です。1万問以上解き放題。1万問以上。1万問ってとんでもないよ。多すぎて想像がつかないです。はい、1万問あるって言っても、はい、そんなこう1問1答形式じゃなくて、リスニングの問題とか、まあ、並べ替え問題とか、その問題のもうジャンル種類も、まあ、豊富に用意されてる。じゃあもう苦手なところだけやれるってことですか。まあもちろんもちろん。なるほどなるほど。でさ、スタディサプリというのは、はい、まあ、塾に行くほどでもないけど、まあ、学校の勉強以外でちょっともっと勉強したいよっていう人に、うん、まあ、すごいおすすめのサービスでございます。はい、サービス。はい、はい、で、まあ、僕らが受験勉強時代の頃っていうのはそんなにこうスマホとか PC がまだ普及してなくて、はい、普及してるって昭和の人みたいな。まあでも PC が家にまあ大きいのが1台ある程度だよ。しかもあってもそれで勉強しようっていうのはそうならないんですよ。そうそうそう、まだこうパソコンで勉強しようっていう時代ではなかった。そうそうそう、まあ、そんな感じだったんですけど、まあ、今はねこう時代が進化して、例えばスタディサプリやったらこう間違えたところを、まあ、自動的にね出題してくれたりとか、その間違えたところをある程度こう時間を置いて忘れそうな頃にそのいいタイミングで問題出してくれるっていうね。なるほど。エビングハウスの防御曲線対応してるんですか。あ、そう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 、防御曲線の忘れた頃をちゃんと、すごいっすね、そこをちゃんとついてくる。あ、だからちゃんとアプリに多分その曲線の関数入ってるってことなんですか。そういうことですね、曲線の関数入ってる。で、まあさらにですね、まあ、全学年の全単元がもういつでも、勉強できるんで、まあさきさき勉強したい人とかにも、すごいおすすめになってます。俺は群れずに一人でやるんやっていう人とかにも全然おすすめ。勉強結局ソロプレイですから、ね。まあ、そう、最終、最終絶対で、まあもちろんね、ご教科も受け放題で月額が2178円と。3で割り切れますね。3で割り切れるかもしれないですけど。そうですね、そうです。ただですね、現在なんと新学年応援キャンペーンということで、はい、なんと1ヶ月、無料で試すことができます。
ます。あ、1ヶ月無料で。はい、なるほどなるほど。3で割り切れます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 。必須情報で、まあ、がっつり勉強するいわゆるガチ弁ポイントっていうねやつがあるんですけど。ガチ弁あるんですよ。花尾さんはガチ弁やったんですか。ガチ弁ですね、僕の場合。お前らサクサク弁やろ。俺サク弁やな。でサクサク勉強したい人にはこうサク弁ポイントっていうのもねあります。だからサク弁ポイントもあればガチ弁ポイント。あ、なるほどなるほど、どっちもあるよね。なるほどなるほど、そういうことか。 GBP と SBP です。あ、なるほど。いや、俺で、まあ、これに関してはですね、クイズ番組などのバラエティで活躍しているあの人も、解説しているので、よかったら、概要欄から、チェックしてみてください。はい、で、まあ、補足なんですけども、はい、呼び乗りも今回のね、まあ、スタディサプリさんの動画を出しているので、よかったら、見てみてください。はい、というわけで、今日の動画はこれで終わりたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。